こんにちは、のです。パワープラピーやっていきます。今回は皆さんからのリクエスト、通常バージョンのなんとかって別バージョンのなんとかに混ぜても大丈夫ですかをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日はこの3キャラについてお話しできればいいかなっていうふうに思ってます。神のミサ、アマネ、そして友沢ですね。友沢ぐらいから結構この声が大きくなってきていて、そしてアマネが出たことによって皆さんもかなり迷っている方が多いように見受けます。僕のコメント欄とかツイッターの方にも、これってこうして大丈夫ですかっていう声が聞かれます。あとはカミラもそれにつれてね、結局彼女のカミラと、あとはこうアスレテース用に野手になったカミラは大丈夫なんですかっていう声も一緒に聞こえてくるようになりました。で、結論から言うと、ケースバイケースです。まあ、キャラによるっていうやつですね。で、まあ、簡単に話すと、まず、カミラに関しては、入れて大丈夫です。カミラに関してはね。で、カミラミサは、まあ、彼女キャラクターで、固有ボーナスが、一緒に練習すると怪我率は、血の迷惑ってやつですね。ただ、カミラに関してはもう本当に出現したのが数年前という彼女になっていて、そもそも金徳自体も確定ではない、キャラクターなので、バンプ高校以外ではね。なので、まあ、今、この通常カミラを使おうって方は、まあ、いないと思います。正直ベースで。ただ、キャラクターデザインとか、その当時の思い出とかで、残しておくっていうのは全然ありだし、僕もその一人で残している形なので、まあ、ここは、まあ、変な話、こっちの別バージョンのカミラミサには、もう思いっきり投げて大丈夫です。何の未練も残さずに正当進化していると思うので、正当進化どころかもう圧倒的進化を遂げているので、まあ、ぜひお持ちの方はカミラは入れちゃってください。で、カミラに関しては技術ボーナスが50など12につくのと、あとは、スペシャルタックと筋力ボーナスの固有、ミニと肩力上限ということで、上限が2個もついて筋力も確定になったっていうところと、あとは当然選手キャラクターの方が彼女よりこう上限のこう複数持ちはこう価値も高いんで、しっかりとね、これは入れて問題ないんじゃないのかなっていうふうに思います。という結論に至ってくるわけですよ。すっごい簡単なやつから言うと。で、次からですよね。まずは、アマネカレンね。で、アマネカレンに関しては、まあ、個人的には、まあ、残した方がいいかなっていうふうには思いますね。その、キューピッドのアマネカレンに全振りするのは、ちょっと早いような気はしています。で、カレンちゃんに関しては、練習効果が 30%、技術と筋力ボーナスですね。こちらの元のバージョンは。で、スペシャルタック、得意練習率アップの効果、ミート補給上限ということで、変わったのは、まあ、補給の上限がパワーの上限。そして、この基礎物が、敏捷になったというところが変わったところになると思います。で、あとは、筋徳関連も変わっていて、電光石火とブリッツですか、新アマネの方は。で、元のアマネに関してはエースキラーがもらえて、あとは青徳の方も、ホームランボールがないっていうのと、総力ブーストとチャンスメーカーは上位の筋徳になっていたので、コツのもらいやすさも変わっているんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、アマネに関しては、結局その上限が違うっていうのと、そもそもアマネがそんなに使われなくなった原因っていうエースキラーのところが、まあ、キリルの存在とか、アンコちゃんの存在がま、結構大きかったかな。あ、ごめんなさい。キリルの存在かな。キリルの存在が結構大きかったというところで、まあ、なかなかね、こう、使いどころかっていう感じになっていました。で、得意練習もね、打撃走塁から打撃守備に変わって、で、今の現アスレテースでも、フェンシングからボクシングに適正競技が変わっているという形になっています。なので、進化っていう形にも言えるし、まあ、その、高校が変わったりして、は、敏捷一気に稼ぎたいなとか、そう、筋力が必要な高校になった時に、まあ、こっちっていうよりは、元のバージョンを選ぶってことが普通にあると思うんですね。なので、まあ、正当進化、はてな、っていうところです。まあ、アスレテース用に改造はされたなっていうところなんですけど、まあ、今この二人を並べて、じゃあ、手放しで、こう別バージョンの恋のキューピッド、アマネカレンを選ぶかって言われると、いやー、環境によりますねっていうのが正直なところなので、なので、恋のキューピッド、アマネに全振りするのは、まあ、一旦やめといた方がいいんじゃないのかなっていう感じはします。例えば、元のバージョン45作れてて、他の在庫が余っていてっていう状況だったら、
全然入れていいと思うんですけど、まあ在庫も一切なくて SR45 しか持ってなくて、それを混ぜようか迷ってますみたいなっていう形だと、まあ、SR プラス3にしかならないと思うので、まあ、運が良くてもね。なので、まあ、個人的にはやめといた方がいいかなっていうふうには思います。という結論のお話です。はい。で、最も複雑そうなのが、友沢ですね。で、通常の友沢、そして激闘の友沢に関しては混ぜて大丈夫だと思います。結論から先言っとくと。で、袴の友沢を、ワールドの友沢、ワールドの友沢を、袴の友沢、どっちも双方向なんですけど、これを入れるっていうのは待った方がいいと思います。で、通常の友沢くんに関しては、筋力ボーナスが10で、初強化55、スペシャルタックと肩力のコツ、やる気効果、みたいなテーブルになっています。で、コツは変わってないですね。アベレージヒッターとパワーヒッターという形なので、そこはいいんですけど、まあ、この、ワールド友沢の、まあ、スペシャルタック 60%、走力の上限、得意レシリーズアップも 30% ついて、しかも固有でもついてて、初強化が75にアップしていて、技術ボーナスも6ついてると。まあ、これはもう圧倒的進化ですよね。もう、まごうことなき、もうスペシャルタックの倍率も違うし、上限もついてるし、なんならね、こう、金徳に関しても2個取りできるしっていうところで、まあ、元の、肩練習だけの友沢に関しては、アンダー製造機が不確定っていうところと体力もねゴリゴリ削っていくので、まあもう圧倒的にワールドクラスの友沢が強いのは、まあ皆さんもね100も承知のことかなっていうふうに思います。で、袴の友沢に関しても、まあその激闘の友沢もね結構技術ボーナーめちゃくちゃゴリゴリくれるキャラクターではあるんですけど、やっぱりこの金徳が確定かどうかねっていうのは非常に大きいんじゃないのかなって個人的には思う。激闘の友沢は技術を凄まじいほどくれるキャラクターになっていて、まあ変化球っていうピッチャーでもね使える形にはなってるんですけど、まあ結局今はピッチャーで友沢を使うことってまずほぼないし、まあど根性不確定かっていうところもあるんで、で、野手の方も、金徳の成功失敗判定が2回あるんで、うん、まあ今、完全にこう、金徳確定になって上限もついている、まあ袴の友沢、ワールド友沢に、対しては、まあ正当進化、まあ普通に入れていいっていう話ですね。ただ、ここから本題なんですけど、まあじゃあ、袴の友沢と、あとはワールドクラスの友沢ですね、どっちがどうしたらいいのっていうのは、結局、さっきのアマネと似たような話にはなってしまうんですね。で、単体性能だけ見たら、正直、ワールドの友沢は、もう圧倒的に強くなったと言って、間違いないと思います。で、まあ、この、袴の友沢の方は、結局、その初強化ですよね。ここが、まあ、ずーっとネックだったわけですよ。先ほど見ていただいた、ノーマルの友沢の、まあ、初強化からずーっとなんですけど、友沢って初強化低いんですよ。まあ、それは、彼がね、育った家庭環境とか、まあ、いろんなところが反映されて、あ、確かにわかるな、みたいなところはあったんですけど、それをもう、完全に覆して、もう俺は、プロに行って、日本代表になって、完全に、陽キャラになったんだ、みたいな友沢が、初強化、ゴリゴリに高いテーブルできたんで、まあ、それを考えると、どっちって言われたら、まあ、僕は、結構迷うことなく、ワールド友沢ですっていう風には言えるんですけど、ただ、やっぱりその、思考の二類種っていう思考シリーズの金徳を持っていて、しかも、それ以外が、アスレティス強化で完全に必要なストライク送球というところで、もう、完全に別物なんですよね。もう別キャラと言っていいと思います。この二人に関しては。もう、こう、担ってる役割が違いすぎて、一概にこうっていうのは言えないし、で、結局、適正競技も、どちらもレスリングのままなので、ちなみに通常の友沢とかサッカーとかになってるんですけど、まあもうこのアスレティス強化、まあアスレティス高校で圧倒的に強いレスリングっていうところで、まあそこの役割に関しては一緒なんですけどっていうところですね。なので、まあ個人的には、まあ両方確保しておきたいのが、アマネ、そして袴の友沢とワールドの、友沢。そして、カミラに関しては普通に入れていいんじゃないかなっていうのが結論になってきますね。結構いろんな別バージョンが出てきて、まあこういうケースって多数あるんですけど、まあ正直僕が入れていいケースと、まあ入れない方がいいっていうケースが正解かはわかりません。ただ、個人的にこの別バー関係で、まあ入れてしまって後悔したっていうのはほとんどないです。まあどっかで一回、残しとけよかったって思った瞬間はあったような気もするんですけど、
まあ、それくらいの感じなので、入れて後悔はしてないですね。もう、全体的に。というところが、まあ、個人的には感じているところですね。なので、まあ、僕が思うこの別バージョン、まあ、特にこの3キャラ、今輝いているんで、まあ、この3キャラについて語ってみましたが、ぜひぜひ皆さんのご意見も一緒にいただけたら嬉しいかなっていうのと、もしこの動画が良かったなと思う方は、ぜひ高評価、コメントをしていってください。ちょっとね、その辺の反応も見ながら、こういうのね、ちょこちょこ出せていけたらいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。